チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの昼ご飯は納豆ご飯と白身のフライ、以上で食べましょう。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの昼ご飯は、白身フライと納豆、ではいただきますねんけどね、ちょっとね、今日はね、日曜日ゆるっと過ごしててね、朝からね、何本か動画撮りながら、で、大分オートポリスのバイクのレースを見ながらだけど、今 ST600 クラスってね、トップカテゴリーじゃなくね、若い子たちの登竜門って言われてる 600cc のクラスやねんけど、昔で言う F3 になるのかな、400cc クラスのね、あっちゃなんが目指してた、ね、ノービスって言われる子たちが出るようなレースなんやけど、すっごい事故が起きてね、もう心配やね、あっちゃんのね、推しのライダーはもう卒業して戦技ってんけどね、この 600cc はね、いろんなライダーが走ってて、結構あっちゃんの好きなライダーもいててね、これから頑張っていく若い子だってやっぱ出るんで、ちょっと心配やね、脱いでいてほしいな、こんなの今中断しててね、スケジュールが決まってないね、次のスケジュール出るまで待ってくださいって画面止まってんだけど、ちょっとね、27インチかな、うちの。でもね、こっから見るにはちょっと遠いね。それとここにランプがあるからね、暗いね。こいつの逆光になって。ライブの時にね、こっちにジャム持ってきて、ノートで見てもいいんだけどね。もうレースちっちゃいから、卵取った、納豆、おろし納豆、うまいわ、やっぱおいしい、コシヒカリね、大豆のコシヒカリは超おいしい、寒いね、冬がキューッと冷え込んで水のきれいなところの米やっぱ美味しいね、なんか新潟とかね、お米が美味しいってそういうことないわけだけど、新潟と会津は裏側、ね、隣同士やからね、白身ぐらい好きやから、画面が止まったままですごいどういうことやねんって感じだけど、全く情報が入ってきゃいいんだよ、もう心配でね、無事でいてほしいなと。今この動画が、本日ぐらいだけど。レースは2個が付きものと言ってもやっぱり怖いなと。なんかね、すごい危険な事故やったら、スタートしてエンジンがずっと止まって、スロー走行したとこに後ろの1台がボンって追突したり、追突して落ちたライダーの頭をもう1台が跳ねていった、3台ぐらいの事故やったらすごく怖かった、びっくりした、
昨日もね、あったんや。NCC で、駅で、前の方ですよ、って。全部ぶつからんと、うまいこと、かわしていって。前はね、まあ、危険な、重大事故につながるからね。現実通りはね、怖い。うん。なんかね、スカート、昔はね、押し分けって言って、エンジンが自分でバイクを横で、横押していくのよ。で、エンジン、またがってブンってかけて走っていくんだけど、かかった、後ろのライダーがかかって、ビューって加速して、ね、速いバイクなんかでも一気に加速したら何百キロってなるのね。で、何百キロまで、100キロ以上は出るのよ。で、まだ押しとって歩いとるライダーがおるから危険やよね。だから今、スタンディングスタートって言って、またがってスタートになってんけど、それでもエンストすんねんね。今、ライダーのクラッチミスもあんねんけど、でもこれ、やっぱりね、バイク、車もせんねんけど、スタートの瞬間、一番トルクがかかるから、エンジン止まる可能性があるね。そこに追突しても、車でも、車はね、何が危険かって見えへんねん、前は。マイクが、やっと止まってると思って避けるでしょ。みんなだから、スタートしてると思ってるからさ、速度さ、わからへんねん。急に近づいてきて、やばいと思ったら、もう避けられへんから、ドカンと座るけど、バイクの場合、人が外にあるから、振り落とされんねん。みんな後ろから来た人間が、バイクを避けようとする。焦げたバイクに乗った自分もいたいから、避けようとする。で、その横を、落ちたライダーとぶつかる。結構こういう事故が起こってる。危険なんよ。だから、まあ、レースは危険と隣り合わせるよりも考えない。スタンディングスタート危ない。情報がないから、もうかなり長い時間で、ね、集団になってるね。納豆おいしいね。おろし納豆やんね。納豆と大根おろしやんね。めっちゃおいしい。納豆はね、ひき割り。今日はね、ゆるっと日曜日ということで、ちょっと模型のね、色塗ったり、いろいろしようかなと思っとってんけどね。どこかでね、ゲーム収録したい。まあ、レース終わってからかな。ちょっと、ね、これの前、朝からやってた ST、ちゃう、GP、GP3 って言って、一番下のクラスの GP マシンのレースも、こけてね、2台か絡んで、最終コーナーでこけて、中断になってね。で、このレースも、重大事故、スタートの重大事故で中止になったからね、最終レースかなり遅れてくるんちゃうかなと思うね。事故が起こってる。ライダーはメンタルが心配だね。ご飯食べてね、ここの席に戻って、チャットにも、チャットも参加してるから。
くんはちょっと何とか今負けたけどでゲーム収録やけど今回ねちょっと商品紹介しようかなと思った。今日日曜日やけど今日8日9月8日やけど9月8日の朝から出したと思うんやけど100均の、焦げ取りあれがねなかなか有能でねすごい簡単に取れんねん。でやっぱりコーティングしてないお鍋とかフライパンで最高で、コーティングの中はあかんけど外側はね結構焦げちゃったりするんだけどああいうところね簡単に取れるんでありだと思うんでね、あれ紹介してるけどまた100均でキッチン用品買ってやんでそれもレビュー紹介持ってんねん。今日収録とかね持っておくんけどね、また時間が取れたら今日時間取れなあかんねん収録します。ピッチアップとか感じるね。はい、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯納豆ご飯と白身のフライ美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。暑いわ今日も。